皆さんこんにちは、大谷さんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はマックスファクトリーさんから発売されているプラモデルのチトセリウムというシリーズの第4弾アルベラ&エフェルをレビューします。価格は 10% 税込み6800円となっております。ちなみにこっちがアルベラ、こっちがエフェルです。箱はこんな感じでパッと見プラモデルっぽくないですね。なのでレジに持っていくハードルはそこまで高くないと思います。チトセリウムは初めて作るのでどんな感じかすごい楽しみです。早速開封していきましょう。箱を開けると一番上にこんなものが入ってました。どうやら顔パーツのようです。予約特典とかではなくてこれは標準品のようです。でこちらはただの梱包ではなくこんな感じで開封することができ、中にはデカールと説明書が入っております。説明書はフルカラーで印刷されているのでパーツを探すのがとっても楽でした。いつもパーツ探しに時間がかかるのでこの仕様はとてもありがたいです。次にパーツを見ていきましょう。顔パーツは印刷済みのものも付属しておりますので安心です。手首もいろんな表情のものが付属しております。髪の毛はアルベラ、エフェル別で分かれています。その他ボディを構成するパーツが付いたランナーは全て同じ形状で色が異なるだけです。ほぼ同じ構造ということですね。あとは椅子や台座のパーツがまとまったランナーがいくつか。こんな感じで作る部位ごとにパーツがまとまっているのであちこち探す手間が省けてとても良いと思います。エフェル1体分のパーツはこんな感じ。ランナー6枚分のボリュームがあります。小さいボディにこれだけのパーツが詰め込まれております。簡単に製作のレビューをさせていただきます。まず頭部ですが髪の毛が細かく分割されており素晴らしい造形で合わせ目も目立ちません。なんて言えばちょっと分かんないんですけども、この白いパーツについて頭頂部で合わせ目が出ます。次に胴体です。胴体とか脚部など一部のパーツはアンダーゲートになっており、ゲート跡が目立たない仕様になっております。胴体で感動した部分がこの部分の色分け。こんなに小さいパーツをはめ込み細かな色分けを再現しています。この部分も同様です。素直に感心しました。腕はこんな感じの構造です。肘部分でロールするので表現の幅が広がります。感心したのが足のこの部分の構造です。膝関節ですが、女神デバイスなどは挟み込みですが、こちらはこんな感じで後ろからカバーを取り付けるような構造になっており、合わせ目が目立ちません。この構造だととっても合わせ目消しがやりやすいので、この構造は他社のプラモデルでも採用してほしいなと思いました。可動の紹介です。首は二重関節で頭部とはボール接続になっているのでこんな感じで広く可動します。腕も水平以上に上がって肘も一軸ながら十分曲げることができます。腹部は女神デバイスによく似た構造になっており、前後左右の可動に加えボールジョイント接続なのでよく動きます。股関節は軸接続で広く開脚させることができます。さらに股関節は引き出せるので可動範囲をさらに広げることができます。付け根部分でロールするので表情付けも楽々です。膝も文句なくよく曲がります。足首はつま先まで可動させることができます。動画の冒頭で本体と椅子などが収納されていたケースですが、こちらはただのケースではありません。さらにパーツを取り出して開いた状態で固定します。さらに取り出してあった支柱をこんな感じで組み立てて接続することで台座になります。支柱は3軸仕込まれているので高さ調整が柔軟にできます。最後に付属品の紹介です。表情はそれぞれ3パーツずつ付属しています。手首も5種類ずつ付属しております。また足首は外観を優先してつま先が可動しないタイプのものが付属しています。さらに素足状態のものも付属しています。こちらのパーツですがこんな感じで差し替えてスカート状態から変更することができます。よりスマートな感じになります。まとめると、業界トップのクオリティを誇るコトブキ屋の美少女プラモと比較して全く遜色ないクオリティです。そして収納ギミックが秀逸で無駄のないパーツ構成に感動しました。小さいから組み立ては簡単だろうと舐めていたんですけども、実際はめちゃめちゃ高密度なプラモデルでパチ組みでもかなり時間がかかりました。大満足のクオリティとボリュームでした。
発売したばかりなのでまだ店頭で並んでると思いますので、興味がある方は買ってみてはいかがでしょうか。ちなみに私が住んでいる地域では取り扱いが少なかったので、私は Amazon で予約して購入しました。現在 Amazon ならギリギリ定価で買えるので、よければチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いつもありがとうございます。とても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。バイバイ。